皆さんこんばんは。今回はすごいですよ。なんとあのお笑いコンビホモサピエンスのお二人の音声が流出です。このまま呪術なきに芸人さんが続いたりしたら胸熱ですね。ずっとホモサピエンスが持ってても面白いんですけどね。電波の関係で一日数分しか拾えないのが残念です。それでは早速聞いていただきましょう。どうぞ。はあ、眠いわ。何時や。あ、違う、これ逆や。メガネどこやねん。メガネ、せや、昨日朝まで飲んでいった。腹立つなあ。あった、メガネ。まだ昼過ぎやん。もっと寝れてん。まあ休みやからええねんけど。あいつ飲みに連れてったったの連絡ねえんけ。昨日はごちそうさまでしたとか言えや、後輩やったら。全部怒ったぞ。まあハイボール180円のとこやけど。それにしてもや、何かしらはあるやろ。勉強になりました的な、笑い学ばしていただきましたみたいな。まあずっと煩悩イルミネーションの悪口言うててんけど、なんか肌寒いな。もう一回寝れるかな。無理やろな、これ。暑い、布団かぶって暑い。そうや、昨日録画したミーアキャットが顔出すだけの映像見よう。もうあれぐらいでしか俺を癒すことはできへんで。自分昼何食べるのコーナー。うわ、最悪や。最悪なタイミングでテレビつけてもうた。はあ、始まりました。街行く人に声をかけて一緒にランチを食べるこのコーナー、早くも。誰が見んねん、こんなもん。そもそも自分って失礼やろ。関西人以外は二人称って分かりにくいし。今回はなんと銀座に来ております。ザギンですよ、ザギン。ダサい、ダサい。あの方ちょっと行ってみましょうか。お金持ちっぽいマダムがいらっしゃいます。すいません、ちょっといいですか。ちょっと思いっきり無視されましたね。見ました、あの目。ジョーカーが最初バスに乗った時のあのおばさんみたいな顔で見ていきましたよ。世間と2年ぐらいずれてるな、こいつ。あのオラついてる若者行ってみます。やっぱ怖いな、やっぱり。どうせコンビニでカップ麺とか食べそうやしな。え、ランボルギーニ乗り込みましたよ。なんだよ、なんつうか金持ってんね。いらんな、このくだり。カラオケで出てくる口笛のパートぐらいいらん。あ、なんかシュッとした人いますね。あの人に声かけてみます。すいません、ちょっとだけお時間大丈夫ですか。え、大丈夫だけど。行きますよ。自分昼何食べる。ああ、言わされてる感がすごい。お寿司。マジっすか、さすが東京。一緒に行ってもいいですか。いいよ。むき出しのやらせやな、これ。ええわけないやろ、こんな三流芸人とランチ。さあ、やってまいりました。このお店には全国の美味しい魚が集まってることで、キョ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 ーっつってね、90貫ぐらい食べたのかな思ってるんですけども、大将おすすめお願いします。あかんあかんあかん。言ってるにしろ言わされてるにしろあかん。来ました、大間のマグロ尽くしです。わあ、贅沢ですね。いただきます。長い長い。何言うねん。おいしい。死んでまえ。そんなことしか言われへん芸人、死んでまえ。いや、これね。おんおん、直ちにやめろ。笑かそうともせえへんなったら終わりや。大間の赤身は味が濃いんだよ。おっさんも棒読み。続きまして大トロです。見てください、このピカピカの感じ。わあ、食べるのもったいない。ここは大事やぞ。長いって。おいしい。アナウンサーでええな、これ。芸人なのに感想も言わず食べ続けるパパ。次は自分の町に行くかもしれへんで。あかん、腹立つ。電話しよう。もしもし、ババ。おう、柴垣、どうしたん。何してるん。今あのテレビ局の人らと昼飯行ってて終わったとこ。どうしたん。あれ見たぞ、自分何食べるのコーナー。ああ、出た。高熱出た時に見る夢かな思ったわ。どんなんやねん。地獄のようやった。昼のグルメロケはあんなんでええねんて。スマホゲームやってる時に出てくる広告より退屈やったわ。ホモサピエンスが売れるためにやってんねん。そんなんせなあかんぐらいなら売れんでええねん。お前売れた言うてたやん、煩悩イルミネーションみたいに。
お前去年の N1 で盆のイルミネーションが決勝行った時おめでとうって連絡入れたらしいな。それ本気で言うたん？当たり前やん。めっちゃ嬉しかったし、頑張れば結果出るんやなって思ったし。頭おかしいんかお前。後輩やろうが先輩やろうが結果出した同業を祝福すんな。ツイッターで同業の告知を手伝うな。悔しがれ。家で物に当たるぐらい、風呂で大声出すぐらい悔しがれ。こびるな。雲の上におるような大御所から何者でもないペーペーまで全員敵や。礼儀の部分以外では同業を否定しろ。面白いと思っても感心すんな。表面的に褒めた上でこっちから内心で全否定しろ。自分の方がすごいと思え。同業のファン全員かっさらうぐらいのエゴイストになれ。彼女とか友人が自分以外の同業を褒めたら殴れ。例えば俺らの単独ライブに後輩見に来て面白かったですって言われたら舐められてるなって思え。俺やったらほんまにすごいと思ったらのこのこ挨拶なんか行かれへん。拳握りしめて歯ぎしりしながら走って帰る。お前な、もっと俺の全体を見てくれ。頑張ってるやん。評価してくれや。今はせえへん。そんなアプリのレビューみたいな。とにかく仕事選べよ。俺らの名前に傷がつく。それか引退せ。なんでや、なんでそうなんねや。そしてゆっくり海に入っていけ。服着たまま。親泣くぞ。そんなんしたら親泣くぞ。でどん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 入っていって、もう頭の上水来るとこまで行け。で目つむってな。死んでもうてるやねんか、そんなもん。ほんでこっち見んなよ。なんで見たらあかんねん。そのままどん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 入っていけ。どういうことやねん。でずっと向こうまで行け。向こうってどこやねん。ずっとずっと向こう岸まで行け。行きとるやねんか、それやったら。行け。それでもう戻ってくんな、お前は。なんでそんな言われなあかんねん。ほんまに、ほんまやぞ。せや、お前俺のボールペン持ってったやろ。あ、これお前のやったん？それ彼女からもらったやつやねん。だからなんやねん、返せって。うん、それ持ってたら幸せになんねん。実際俺仕事どんどん決まってるし。あかん、スピリチュアル方面行ったらいよいよやばいぞお前。お前もそれで売れるんちゃうかなと思ってな。そのボールペンを誰かにあげたらええらしいで。そうなん？そのまんざらでもない感じ。そういうわけちゃうけど。誰に渡すん？芸人に渡してそいつが売れたら腹立つしな。ええやん別に。バイト先の先輩に渡すわ。先輩言うてもだいぶ年下やけど。その人が幸せになんのええの？俺になんの影響もないから、ただのアイドルオタクやし。